んにちは、えのき商店です。今日はストラスミル12年をご紹介いたします。こちらはですね、ユナイテッドディステラリーズ社、現在モエヘネシーディアジオ社になってるんですけれども、そちらの花と動物シリーズとなっております。で、ストラスミルに描かれている動物はですね、セキレイということでございます。はい、ではストラスミル蒸留所についてご紹介していきましょう。ストラスミル蒸留所はですね、スペインサイドのキース地区にあり、近くにはグレンキースとかストラスアイラがあるそうです。で、近くにはアイラ川が流れていて、創業当時の蒸留所の名前はグレンアイラ・グレンリベット蒸留所としてスタートしているんだそうです。なんかね、グレンリベットは当時いっぱいまがいものが出たという話があるんですが、それの名残があるんですね。はい、で、ストラスミルは J&B のキーモルトとして有名なんですけれども、シングルモルトのリリースはほとんどねないということです。なのでね、こちらでまた飲んでみていただければなと思います。はい、ではテイスティングノートをご紹介いたしましょう。テイスティングノートがキース地区特有の熟した果実のような芳香があり、ドライでスパイシー、シャープな切れ味が特徴です。で、焼いたリンゴの香ばしく甘い香りと穀物香、滑らかな口当たり、蜂蜜や黒砂糖、バニラクリームのような甘みと黒胡椒のようなスパイス感、ドライな余韻で比較的スパイシーさが強く感じられるということでございます。おすすめの飲み方としてはですね、ストレートがおすすめとなっております。甘みとね、スパイシーさの複雑な味わいをより感じることができるということです。加水でね、若干酸味が出るかなという感じとのことです。食後の後とかでね、飲んでみていただければなと思います。はい、ということで今回はストラスミル12年のご紹介でした。ご視聴どうもありがとうございました。